ちは、トマトです。はい、ということで今回は中学校で使うリュックを購入したいと思います。購入したいなと思ってて、結構中学校のリュックって人気とかあと入る量とかがあんまりよく分かってなかったんで、まあよく分かんないので、よく分かっ、まあ、最近調べてみてこれがいいよとかっていうのも結構友達から言ってんで、今日今回お店へ行って買いに行きたいなと思います。ということで、お店へレッツゴー。さあ、これはロキシ、これはロゴの色の種類が後ろにもあると思うんですけど、たくさんありましたね。フィラは小学校でも使ってる人が多いですね。かわいい、すごいかわいい。これはコンバースです。これはシンプルな感じで、ロゴもあまり目立たない感じですね。これは四角い感じのリュックです。かわいいですね。コラボリュック。これはアウトドアのリュックです。これはチャックの位置が便利そうだなと思いました。で、これがノースフェイス。です。これはお店の人も一番人気、あ、まあ、通学用で人気ですと言ってたので、かわいい。これは結構形、角が丸い感じになってますね。かわいい。これはさやりさちゃんのさやちゃんが背負っていたニューエラのリュックです。結構 YouTuber さんがを参考にしてみてるんですけど、かわいいですね。これはジャンスポ、これは本当にかわいかった。でもジャンスポさっきのあのノースフェイスと比べると角が結構カクッとしてますね。結構かわいい。これはさっきと違ってメッシュが入ってるものです。かわいい。ということで今お店から帰ってきました。でお店から帰ってきて、結局まあトマトは結構あのあれか、これかごめんなさい、名前が思い出せない、これかこれで買おうっていうのを思ってて、でそれでこの 2個しかなかったんですけど、その買ったので、もう一個こいつ可愛くないみたいな感じで出てきて、で結局この2つではないのを買ったんですけど、買ったのがこちら、じゃじゃん、ジャンスポのリュックです。イエーイ。はい、ということですね。顔がね、一応ママモザイクお願いしますね。はい、ってことで、ね、パターンがこれなんですけど、これがヤンスポのやつで、これはちょっとついてないんですけど、こんな感じかなっていうので、ポテトヘッドをつけてきました。でしょった感じがこちらです。はい、でこれはにした理由は、まずジャンスポを背負ってみたら、ジャンスポがなんかこう、ジャンスポって高校生ってイメージがあったんですけど、可愛くて、これよりはジャンスポの方が何倍も可愛くねみたいな感じで自分でもう思っちゃって、でジャンスポにしました。これはの、これはビッグキャンプスパスブラック30はね、34リットルにしたっていうのが、結構なんかリットルでは30から35ぐらいがいいんじゃないみたいな感じ考えてて、で自分的には35ぐらいかなと思ってたんですけど、まあ、34は変わんないっしょみたいな感じで出してました。でこれを詳しく紹介していきたいと思います。でこれがすごいんだ、ポケットの量がすごいいっぱいあって、まず、なんか後ろの方から紹介していくと、後ろにここに、何だっけ、パソコンとか、
あとあれタブレット iPad とか中学校でも使うので、それが入れられるスペース、まあ、ここになんていうのちょっと大きめの教科書とかを入れてもいいかなと思いました。一番後ろのここにありました。で次が、うん、買ったばっかりでめちゃめちゃ、あ、ちなみにこれ紫スポーツで買いました。ここ2個目のさっきがここで次こここのところなんですけど、ここは多分一番入れるって感じかな。この感じで、なんか柄が書いてある、バッグの柄かな、バッグの柄がここに入れて、さっきのはミュージックでした。あ、さっきのにも書いてありますね。で書いてあります。で3個目のところが、一番最初、さっきの思うのは一番主流のやつで、次は次もね結構入りそう。これにも柄が、あれで次の4個目、ここは前の方にあるんですけど、ここがあれだと、その上にまた入る。ここは結構なんかちっちゃいけど奥まで結構深めの感じで、次がここ、ここはもうジャンスポって書いてあるのね、ここですね、にも柄が書いてて、これはなんか何なんだろう、これなんかここになんかペンとか入れるみたいなところがあります。これは結構分けられそう。あとなんかスイカとかつけるのかな、そんなのがあります。こっちの方には水筒を入れる場所があります。で忘れてはいけないのがこのメッシュこのねメッシュに一目惚れして、俺と似たようなやつのメッシュがなくて、このタブレット入れる場所もなかったやつが他のお店で売ってたんですけど、なんかそれにしようって思ってたんですよ。私はもう家帰るっていうか、もう家帰ったらすぐこれプチあもう買っちゃおうみたいな、もうあそこにはちょっと在庫は少なかったんで、もう家帰ったらすぐポチっちゃおうって思ってたんですけど、紫スポーツも一応見てみたら、これはメッシュのやつがあって、これはめっちゃいい。よし、これね、タブレットのやつもあったっていうのもあるんだけど、メッシュがあったっていうのが大きくて、この中に推し、私だったらさくらちゃんとか推し活のもの、さくらちゃんの例えばなんか印刷いやとかを印刷とか例えばして入れたいとか、あと例えばなんか好きなあとのアクスターとかバッチとかをここに入れられるし、これが見えることによってなんか受信力がアップするかなと思って、これに こっちのメッシュの方にしました。じゃん。でちなみにここはまだ硬いんですけど、ここにジャンプスポットジャンプスジャンスポーツジャンスポット書いてあります。ここのカード、これが本当に可愛い感じです。結構34リットルなんですけど、結構背負ってみたら意外と、うん、なんか背負われてる感はちょっとはあるかもしれないんですけど、すごいあるってわけでもなく、よかったです。これをやってくれたお店の人が、結構これは部活とかやってる人でもいっぱい入るからいいよっておすすめしてくれました。はい、ということで中学で使うバッグ紹介でした。で結構いろいろな人の YouTuber さんの動画とかも見て考えたんです。考えて、まあ、ね、結局というかジャンスポにしました。なんだろう、ジャンスポ
来るかなと思ってたんですけど、このメッシュのやつを使ってる人が少なくて、それで結構あれかなんかいいかなって思って買ってみました。まあ、購入させていただきました。と私はなんか白飛びしてる、私は大丈夫か、私はこれは紫スポーツさんで買ったんですけど、あのこれのジャンスポの公式かなが楽天とかでも確か売ってましたので、気になった人はぜひチェックしてみてください。ということで、この動画が役に立って良かったよっていう人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次の動画見てね、バイバーイ。ポテトヘッド、イエーイ。